はい、どうも始まりました「落雷ののか TV」ということでね、2019年さらなるねバージョンアップで私の可愛さがなんと日本だけではなくね宇宙からも注目されています。まあね、何でも一番じゃないとね嫌なんでね、もうこれは日本だけでなく世界だけでなく宇宙で一番じゃなきゃ嫌だもんねっていう私のね LINE のサブタイトルなんですけど、一言ですよね。あ、そうじゃあの部分が血に点々なところが可愛いです。じゃああれはなんか結構みんなに言われるの。あ、そうですか。うん、めちゃくちゃ言われる。せっかくスマートでなんか賢そうな発言をしてるのに「字、はい、に点々なのがすごく残念」とか「地に点々をつけてるところでもうお前の説得力はゼロだ」みたいに言われるんだけど、はい、あれって意図的なんだよね、はい。なるほど。完璧すぎると、はい、みんな引いちゃうじゃん。確かに。あえて欠点を出してる、人間味を出してるってことですか。そういうこと。私でも間違いは起こしますそういうのあえてよ。もはやまあね、ちょっと宇宙っていうのはね言い過ぎたんですけどね、はい、これはマジでね世界を注目してる。リアルに。いやでも確かにだいぶ変わりましたね、うん、だってうちのことがツイッターでなんかいちいちニュースになるじゃん。結構整形すると確かに英語で上がってたのがあって、え、そうだからやっぱ世界で注目されてんのよ。いやもうワールドワイドですねすごいよ。ちなみに今回やったその手術っていうのはどういう手術になるんですかね。前も言ったけど結構流行ってるって言われる最近、はい、人中短縮っていう手術過去2回目。あ、2回目なんですね。2回目。うん、2回やってる。ちょっとね足りなかったんでね逆戻りっていうのがあって、はい、だいたい整形をして半年ぐらいすると少しやっぱ人だからさ元の状態に戻ろうとしちゃう、この再生力っていうっていうので前回5ミリカットしたんだけど2ミリ戻ってたから3ミリしか短くなってなかった。なるほど。だから術後すぐだったらあこんぐらいがいいなってすごく理想だったのに半年経つとどんどんビヨーンって伸びてきてあ、そうなんですね。そうってことで今回も 5mm 切ってきて多分 2mm ぐらい戻るからトータルで一応、2回で 6mm 戻してることになる。なるほど、うん、っていう手術が1つ2つやったんですけど、眼帯もねかぶせた方がいいんで、はい、鼻のあるかな、鼻くそついたらどうしようだからここのね鼻の外側の皮を薄くするっていう手術、これは鼻翼縮小っていう鼻の穴を小さくする手術を2回やった私がもうどんどんそれっての突っ張るわけよ。だからこういう形になってくるの、ここだけ狭めるからさで変になるから、そういう時になんかもう一回やってもなんかあんまちっちゃくなってないなと思ったらその原因は皮にあったの。皮が分厚いから大きく見えるんだよね。ああ、それは切ったからなんか分厚くなるとかそういうことなんですか。まあ分厚くなるとか、もともと分厚いのを鼻の穴だけちっちゃくしてて形だけちょっとおかしくなっちゃって、じゃあどういう風に鼻の穴を小さく見せようって。だから鼻の穴が小さくなってるわけじゃないんだけど小さく見せる手術っていう、視覚的な。ああ、なるほど。鼻の皮を薄くするというで手術をね、2ついっぺんにやってきました。あとはずっとやろうかなやらないかなって悩んでた目頭切開をね6年越しに、はい、初めて切りまして、二重のね手術をしたんですけど全切開って言って平行末広から平行二重にする手術をしたんですけど、ちょっとなかなかね切らないとどうしても完璧な平行にならなかったので、やっぱね完璧を目指す私としては覚悟を決めて腹くくって行ってきましたよ、目頭切開だって絶対言われた、みんなに絶対変になるよって言われた、はい、でもやってみた。どう？いや全然自然っすよ。だから変えるなったでしょ。よくなりましたね。好きになった。はいパワハラだよねはい、ってことでね、手術中の VTR がねあるので皆さんぜひご覧ください。おはよう。おはようございます。今、はい、どこにいるでしょうか。なんと大阪です何しに来たんですか今日は。今日はね、はい、彼を追いかけに。ああ、だから内緒でついてきてっていうそういうことなんですよ実は、はい、この間リフトアップをね、はい、した時に TA クリニックの竹崎先生にやってもらったんですけど、はい、そのリフトアップがすごく良かったので、はい、次の整形もちょっと先生にお願いしようかな、わざわざ大阪に追いかけに来ましたじゃあもう行きますか。もう時間ですか。予約すげえいいビルなんだよね。心斎橋の超一等地です。すごいな、うちよりもかね。行きますか、じゃあ。はい。いやー、やばい。これでめちゃめちゃ綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗ですね。儲かってます。じゃあカウンセリング受けますか。そしたらちょっとお花の方からいきましょう。はい、よろしくお願いします。じゃあ鏡ちょっと持ってきてください。陣中やったことありますよね。ありますよね。で、お傷の状態もまあ悪くはないんですけど、ちょっとまだ距離が少し長めなので、今回もうちょっと上げてきます。あとやれますかね、石原さとみ。頑張りましょう。あとお花のこの肉厚感ね、気にされてらっしゃるようなので、まあ、極端には縮めずにちょっと細くしますね。そうするとお花の付け根の位置も若干上に上がってきます。微光遠鏡定術っていうんですけど、この肉厚感をちょっと取って、それで、まあ、一時的にちょっとお花の穴は陣中でやると広がるんですけど、ちゃんと戻ってきますので、まあ、そこは様子を見てください。ちょっと目がちょっと気になるので、左目がかなりもうこひでかぶった状態で平行型になって、平行にしたつもりがなってないんだよね。で、右は平行なんだけどちょっと内側ぐっと下がってるので、そこちょっと調整します。はい、はい、でできるだけ寄り目にならないように、幅はほぼ変えずに平行に持っていきます。はい、よろしくお願いします。はい、お待ちください。はい、こんな感じでね、今回も行ってきました。竹崎先生に会いに大阪まで。はい、ってことでね、皆さんいかがでしたでしょうか。まあね、YouTube とかね、最近なんか規制もね、厳しくなってまして、詩とかもね、載せられたりとか、そういうのが出るのを載せちゃダメで、水が入っているところなどね、ちょっとモザイクなどをね、かけて処理させてもらいました。整形の手術のね、雰囲気だけでもね、感じてもらえたらね、いいかなと。整形これからしようって思ってる人とかね、あ、まあこんな感じなんだみたいな、まあそんな怖いもんじゃないのでね、寝てる間に終わっちゃうんで、はい、大丈夫だと思います。はい、ね、今回施術をね、行ったのは何度も言います TA クリニックです。見てもらえれば分かるんですけどね、すごく縫い目もね、丁寧にしてもらって Twitter とか Instagram の方に上げさせてもらったんですけど、すごく愛を感じる縫い方ですね、なんてコメントもね、いただきまして、両思いっていうのはこのことなんですかね。これが世で言う噂の両思いってこのことかなっていうですね。まあね、私のね、動画を見てね、整形を考えている方いらっしゃいましたらね、是非とも TA クリニックさん行ってみてください。 TA クリニックさんね、銀座院、大阪院、高崎院、福岡院4つございます。カウンセリングだけでもね、是非行ってみてください。今回の動画いかがでしたでしょうか。桜井ののか TV いいなって思った方、コメント、高評価、チャンネル登録ね、してください。チャンネル登録そんなにうざったいもんじゃないです。インスタとか Twitter のフォローみたいにうざくないんで、通知オフにしちゃえばないですし、ちょっとでもね、桜井ののかに声がある方はね、是非ともチャンネル登録よろしくお願いします。またね。